はい、トモデンです。ちょっとこの前お店に行って座ってみたらめちゃくちゃいい座り心地で、つい買ってしまったものが今日届いたので、ご紹介したいと思います。商品の名前はオンウェイの OW61BD のコンフォートローチェアプラスというものになります。とりあえず開封していきたいと思います。結構入れ物とかってやばいんですけど、開封していきたいと思います。最初からカバーがついた状態で入ってるみたいです。今回買ったものはとクッションカバー付きのものになります。ちょっと部屋が狭いんでこんな感じのクッション付きで、ここの部分が竹かなんかのものを使っているものです。で、腰を押してるときのサイズ感は約横幅が60.5cm で、奥行きが82cm の高さが75cm のものになります。で、耐荷重は 100kg で、座面高がだいたい 30cm になります。で、物も約 3.5kg の重さになってます。これを剥がしていきますか。で、クッション剥がすとこんな感じで、枕みたいなのついて、これも座り心地本当すごく良くて、結構斜めになっちゃうんですけど、この角度とか多分座った感じはお店にある中とか、今までですねキャンプのお店とかで座った中で多分一番座り心地がいいのかなと思います。まあ、基本けど後ろにこう寝る体勢というかリクライニング的なものなので、まあ、食べるときだけこんな感じで前傾の前のめりになって使えばいいと思います。じゃあもう一回クッションつけてもう一回座ってみたいと思います。で、クッションは上で、その後に下入れてあげれば、このクッションタイプにした感じだと本当に座り心地が良くて、このまま家の部屋用とかで使っていつも使ってもいいのかもしれないぐらいいい感じです。あとは畳んだ時、ちょっとまあ大きいんですけど、
一人でオートキャンプ場で使う分には多分すごくいいと思います。大きいとこは弱点ですけど、座り心地は多分一番いいと思います。また今度行った時キャンプの時に使ってみたいと思います。まあ座り心地は多分間違いなく一番いいと自分は思うので結構気に入ってます。またキャンプ行った時に使った時の動画をアップできればと思うので、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。また動画アップするのでよろしくお願いします。ありがとうございます。If I could take you up in boom boom boom, shaboom boom, tell me I